エルビラ・オゾリーナは、ソビエト連邦の陸上競技選手。1960年ローマオリンピックの金メダリストで、ある。レニングラード出身、ラトビア人。オゾリーナは1960年代に活躍した、やり投げの選手である。1960年のシーズンの初めに、57メートル9に59メートル55と二度にわたり、世界新記録を樹立。 9月1日に、やり投げの決勝が行われる、ローマオリンピックでは、優勝候補と見られており、大会では、チェコスロバキアのダナザとペコアラを抑えて、予想通り金メダルを獲得した。オゾリーナの2度目の大きな国際大会となった1962年の、ベオグラードで開催されたヨーロッパ選手権でも54メートル93で、金メダルを手にした。オゾリーナは、 1963年に5 9ル7 8の世界新記録を樹立。翌1964年8月には、キエフで行われたソビエト選手権において6 1ル3 8と、史上初めて6 0ルの大台を突破する世界新記録を樹立。これにより、10月から行われる東京オリンピックでは2連覇の可能性が高まった。しかし、東京では、 予選で同じソ連のエレーナ・ゴルチャコワが 62m40 の世界一心を出し、決勝では17歳のルーマニアのミハエラ・ペネスが 60m54 で金メダル。オゾリーナは 54m81 しか投げられず5位にとどまった。2年後の1966年のブダペストで開催されたヨーロッパ選手権でも5位にとどまっている。オゾリーナの夫は 同じソ連のやり投げ選手である、ヤーニス・ルーシスであり、息子のボルデマルス・スルーシスもやり投げの選手として2000年、シドニーオリンピック、2004年アテネオリンピックに、ラトビア代表として出場している。ありがとうございます。